星の輝きをその瞳に宿すもの、タンバリン星国の王子を探しにコメットは遥か彼方の星地球に向かいました。メテオさんの歌聞いてくれたって？あ、聞かせていただきました。あの歌本当は君にプレゼントしようと思って作った歌なんだ。え、いや、いつも助けてもらってたお礼にメテオさんに歌ってもらったけど、気持ちはそうだから。なんたることを、姫様がこともあろうに王子様でない少年から。この少年は姫に思いを寄せている、そういうことなのか。あ、何かの間違い、悪夢幻とこの爺も信じたい。かわいそうに、姫は思いがけないことに小さな胸を痛めておるだろう。それというのも、ダーマの海が。どうしたらいい、どうしたらいい。お、そうじゃ、誰か姫を守る者を送るのだ。影人を、影人をここに。あなた、こういう時に言ってあげるべき人はただ一人。お、ちょうど良い季節です。ほほう。地球に来た時にサンタさんのこと知ったんだって。へー。それからサンタさんのことを星国に帰ってみんなに知らせたの。一年に一度みんなにプレゼントしてくれる人が地球にはいるんだよって。そしたら大きな星人さんたちがまだ小さい星人さんたちに嬉しいことをプレゼントするようになったんだもん。それその時にする格好がサンタ人さんっていうの。へえ。じゃあ地球のまねっこしたんだ。まねっこだね。うん、まねっこ。あ、そっか、シュンさんもサンタ人になってみたかっただけなのかな。それは違うぼ。何の話？あ、勝ちの話。じゃあ地球には本当のサンタさんがいるってことだよね。コメットさん会ってみたいな。そりゃどうかな。え？コメットさんのとこに来るかな、サンタさん。どうして？ゾウシ君とこには来ると思うな。ゾウシ君いい子だったし、ネネちゃんの方がもっといっぱいいい子だったよ。あ、コメットさんもいい子。それはどうかな。えー、ダメ？ボーは？ボーも会ってみたいボー。ますますどうかな。そんなだボー。は
帰ってみんなで食べましょうか。ふわーい、食べよう食べよう。あら、コメットさんは？あの、ちょっとお出かけしたいんです。だってすみません。ああ、なになに、こんなところこんなところで歌うですって？ここは俺の一番好きな場所さ。ホールだってステージだって借りられるったら借りられるのに。そんなところじゃなくても、俺の歌はみんなの心に届く、それだけの力がある、そう信じないか？でもこんなところじゃ嫌、私に任せていただきたいのね。やっぱりやめといた方がいいもん。そうかな、だってお友達だよ。メテオ様は今しゅんが作った歌、姫様のためだって知らないんだもん。うん、そう言ってたけど、そんなに深い意味はないと思う。で、それは姫様がそう思い込みたいだけだもん。やっぱりシュンさんってみんなに歌をプレゼントするサンタ人さんなんだ。私のためなんてことないよ、みんなのため。でもこれって素敵なことだよね。あれ、なんでコメットがここに？まさか呼んだのはシュン様？やだったらやだわ、私たちが仲睦まじいところをコメットに見せつけたかったのね。シュン様、私たちもサンタ人やろ。そうだわ、ウーもサンタ人さんになって、ラベベオのとこ。どうしたの、ムークさん？姫様、ちょっと行ってくるぞ。ラボボ、どうしたんだボ？困ったものだ。メテオ様が今週に夢中になっちゃったからかボ。まさにその通り、どういう風の吹き回しか、あの少年が姫様のために歌など作るゆえ。それは勘違いだボ、あれは今しゅんがボーの姫様のために作った歌だボ。じゃあコメット様に？だからムークさんが落ち込むことないんだボ。じゃあそれはそれは本当か事実かボ。本当だボ、ボーからプレゼントだボ。ムークさんの喜ぶ顔が見れて嬉しいボ。うん、安心した、ありがとうボ。メテオ様には内緒だボ。それはもちろんもちろんですボ。あ、いや、しかしなんですか？ですから、あの少年は姫様に思いを寄せているのではないということです。申し上げにくいことながら、はっきりと申さねばなりますまい。姫様に歌ってほしいと言われたあの歌も、実はコメット様を思っての。そんなこと分かってたわよ。あの歌を聴けば誰だって分かるったら分かるの。おばあさんね、ムークは。これはシュン様とコメットをくっつける私の作戦だったのに、それに気づかないなんて。姫様、だからだから、分かってないのはコメットだけじゃないの。星の子たち、私に力をください。みんなが持っている力を一つの輝きにして。さあ、いっぱい集まって。早くサンタ人さんになってラバペオのとこ行くぼ。あ、恋路から。早く姫様、ラブリーサンタさんになるぼ。うん。幾千億の星の子たち、きら星の輝きを、あまたの力を、そしてラバボーの恋力を私の星力に変えて。姫様、お呼びですの？うん、お願い、ラブリンサンタさんにして。分かっておりますの。今日はその日、頑張って私たちぬいぬいしますの。お願い、塗って。はい。何してるのかしら。
私がせっかく歌って差し上げたのに。メテオさん、シュン様が作った歌はあなたへのプレゼントよ。ムークさん、言わない約束だもん。あ、いや、この方が姫様のためかと。細かいことはどうでもいいのったらどうでもいいの。早くシュン様のところに行くのよ。行くって？ライブの後、二人でお食事をする予定だったの。それを全部あなたに譲るわ。譲ると言われても、私これから強し君たちの。早くったら早く！これ以上私に恥をかかせるなら覚悟というものがあるのよ。覚悟って？泣くわ。泣くったら泣くわ。できない。コメットさん遅いわね。ごちそうなくなっちゃうよな。そうだよね。おお、見てくる見てくる、コメットさんどこ。コメットさんいないの？うん、変だな。あれつけてくれたのコメットさんのはずなのに。サンタさんかもしれないぞ、本物の。あ、そっか、サンタさん来てるんだ。じゃあ早く寝なくちゃ。寝なくちゃ寝なくちゃ。でもコメットさん遅いな。遅いわね。姫様どうしたんだぼ、行かないのかぼ。やっぱ入る資格ないよ。なんで？メテオさんのこと傷つけちゃった。今日は嬉しいことをプレゼントする日なのに、私サンタ人さん慣れてないもん。メテオ様のことと、おうちのことは別だぼ。ごめん、ラバボはラバピョンのところに行ってきて。え、いいんだぼ。ラバピョン、きっと楽しみに待ってるよ。あ、大丈夫だぼ。今日くらい行かないと嫌われちゃうかも。だから、ね、行ってきて。うわ、ちょっとだけ行ってくるぼ。どうしよう。あら？これってもしかして本物のサンタさん？サンタさん！お願い、教えてほしいことがあるの。お願い。どうなされるので？今さら私が言ってどうなるというの？それが賢明かと。しかし彼にもかわいそうなことをしましたな。おそらく今頃は一人ぼっちで。ねえ教えて、サンタさん。ん？みんなのこと嬉しい気持ちにしてあげるのがサンタさんの役目ですよね。でも私逆に傷つけちゃって、どうしたら私ちゃんとしたサンタさんになれるのかな。それはまず自分が楽しい気持ちになることじゃな。楽しい気持ちじゃない人からプレゼントをもらっても誰も嬉しくはならないからな。あ、でも楽しい気持ちには今なれないんです。では自分にあげるプレゼントを考えてごらん。自分に？何がもらえたら嬉しいかな。どんなことが起きたら楽しくなれるかな。なんだろう。さて、君が考えている間にわしは一仕事。おーほっ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 。おーほっほっほ。君は調査するのが好きじゃから。喜ぶと思います。さあ、お腹いっぱい食べておくれ。さすがの太一くんでも食べきれるかな。で、どうかな、見つかったかな。君は何が欲しい？私はまだ。おーほほほ。おー、失礼しました。シュン様、うん、お待たせしてごめんなさい。
ありがとう。結局来ちゃいました。コメット、コメットを誘ってみたのだけど。コメットさんを？あなたが喜ぶと思って。でもあの子は忙しいらしくて。そうだろうね。そうだろうと思うよ。コメットさんは今頃きっとサンタクロースにでもなって夜空を飛び回ってるんじゃないかな。何それ？俺のイメージ。おーほほほほ。この子は確か犬好きじゃったな。へえ、よく知ってるんですね。いつもメモリーボールで見ておったからな。メモリ？あ、いや、なんでも。はい、プレゼントだよ。あ、かわいい。ギュギュってどうかね、君の欲しいものは見つかった？はい、やっぱりみんなが喜ぶ顔、それ想像するだけでも楽しい。お、は、降ってきおった。わあ。人は誰でも自分に自信がなくなってしまうことがある。特に人を傷つけたりしたら胸が痛む。だがコメット、お前が楽しい気持ちを失ってしまったら人を喜ばせることはできなくなってしまうのだよ。サンタの仕事はね、想像することしかできないけど、喜んでくれることを願うこと、そして喜んでくれることを信じること。これはあくまでイメージなんだけどさ、俺にとってコメットさんは天使みたいな子なんだ。天使？苦しい時、辛い時、偶然かもしれないけどいつも助けてくれた。だからあの子が頑張ってると思うと俺も頑張れる。感謝の気持ちでいっぱいなんだ。感謝？だからあの歌も作った。俺が歌うより君が歌ってくれればコメットさんもちゃんと聞いてくれるんじゃないかと思って君に歌ってもらった。つまりコメットはあなたの憧れの存在。でも現実にそばにいるのは私です。ん？いえ、何でも。いや、そうだね。今度は君の歌を作らなきゃ。なんという、この木目も泣けてきます。さあ、ここは君に任せるとしようかな。はい、よろしく。いや、あの、サンタさん、もう一つだけ質問。なんだね？サンタさんの嬉しい時はどんな時？そうじゃな、力うどんにお餅が3つ入っている時かな。あ、いや、2つじゃな。食べ過ぎやいかん。さあ、行っといで。剛くん、ネネちゃんが待っとるぞ。はい。あ、あれ？お餅が2つって、まさか。ありがとう、お父様。姫様、姫様。どうしたの？心配だから一緒に来たのぴょん。やっぱり姫様のこと放っておけないもん。あ、二人もサンタ人さんだ。なんだぼ？え、みんなでサンタ人さんやろ。そーれーし、そーっとだよ。そーっとだぼ。ちゃんちゃちゃ。サンタさんありがとう。ゾウシ君と姉ちゃんは、あれ、コメットさんだ。もう本物のサンタかと思ったのに。ねねちゃんがっくし、ゾウシ君のがもっとがっくし。ごめんね、サンタ人さんになりたくて。サンタ人さんになるのそんなに楽しい？うん、とっても。ねねちゃんもやりたいな。ゾウシ君もだよ。じゃあみんなでほわほわっとサンタさんやる？やる。パニックのとこに行ったから、タイチ君のとこに行ったから、あとはあいまい兄ちゃんとこだ。何プレゼントしたら喜ぶかな。ゾウシ君との注射と。それだけはやだ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 。喜ぶならそれがいいよ。どうやらすっかり元気になったようじゃな。王様、そろそろ元の姿に戻ってよろしいですかな。おお、悪かったな、ヒゲの下。よくやってくれた。あ、伸びてどいてどいて。おおおお、危ないぞ、どいてくれ。ああ、ぶつかる。お仕事いってらっしゃい。ありがとう。あ、
あれが王妃が憧れた地球のサンタ人とな。やったー、わしもあったぞ、本物のサンタ人に。はい、アイちゃん、マイちゃん、みーちゃんにも、みんなみんな楽しくなーれ、みんなみんな。ごめんだー。 私もう一度ごめんなさいよ。ありがとうサンタ人さん。え、コメットに言ってるんじゃないわ、サンタ人さんに言ってんのよ。あの後二人きりのとっても素敵なひとときを過ごしたの。お礼を言うわったら、お礼を言うわ。姫様。姫様。どこかでこの空を見ている人へ、私と同じ気持ちでこの空を見ている人へ、星の輝きをプレゼント。エトワール。見えるかな、ケイスケにも。わーい、プレゼントだ。わー、私にもサンタさんからプレゼントが来た。おい、コメットさん、大変よ、早く早く早く、コメットさん、ほらー、ケイスケ。コメットさん、すごいプレゼントが届いたわよ。ケイスケ、ケイスケなの？久しぶりっておっしゃるちゃんです。久しぶり。男には越えなくてはならない分厚い壁があるんだ。だから壁にぶち当たってこそ男が磨かれるってもんさ。そうね、そしてパパのような輝きいっぱいの男の人になってほしいわ。さすがママ、ケイスケもこんな素敵な奥さんをもらえる男になれよ。お仕事でももっと輝いてくれるといいんだけど。次回コメットさん、輝きをなくしたケイスケ、キラッとお楽しみ。輝きおすそ分けよ。